メイクちゃん、メイクちゃん配信。日焼け止めを忘れてたので持ってきました。おはー。昨日のレッスンの動画保存しないと保存期限終わる。こんにちは。食べてます。スポンジあそこにある。感じないと厚塗りになっちゃう。あ、そう、昨日ねちょっとメイクしてる手で、あ、でもこっち側ならしてない。今見て、昨日あれお手紙を読んでたら、お手紙の中にこれを入れてくださってる方がいて、ありがとうございます。推しメン、ずっと推しメン、一番の推しメン、嬉しい、大切にします。高見菜さん、高見菜さん生写真入れに入れさせていただきます。え、動画を保存できません。嘘でしょ。なんかさ、プラス1曲あるじゃん。なんかもうその今の楽曲やってる間に次の楽曲のリハが絶対にあるわけ。そう、そしたらなんかあれみたいな、まだこの曲プラス1曲この曲なのかって、たまにバグる脳みそ。この3日間連続公演とかも途中から、2日3日は小池だったけど、小池じゃない、初日だったけど4日だけ小池みたいな、なんかそういうのがねあるとね、まあ、バグるよね。
あのお味噌どっちみたいな。ちょっとスポンジ、まあでもそうやってやんないとね、普通にもう基本土日って2回公演だから、そのリハビがないんですよね。そうやってやんないと。やったことある曲はまだ気持ちが楽なの。初日とかリセットとかも気持ち楽だったし、そう、皆さんもご一緒に、あれ皆さんもご一緒にじゃない、そばかすのキスとか、そうやったことある曲はすごい気持ちが楽なんだけど、小池の気持ちの楽じゃなさ、池のヒリヒリ感半端ない。しかもその最近の AKB の振りと、なんか途中のなんか AKB アイドル AKB の振りと昔のザ昔の振りみたいな、そう3パターンに分けれるじゃん AKB の振りって。小池はもうガチ昔の振りって感じだから、初期みたいな、初期まではいかないけどでもほぼ初期みたいな感じだから、もうなんかね分かんない普通に。覚えるの苦手だから私が。すごく大変ですね。でも歌詞の意味とかを聞くと、この女の子てか、まあ二十歳を過ぎるとって言ってるから女の人なんですけどって思う。最近 AKB を好きになった人はまあ小池知らなかっただろうねきっと。本当に最近ここ数年で好きになった人は、前にねエリーがすごいめっちゃ好きってずっと言ってて、それぐらい初期 AKB ファンとエリーが好きって言ってるから知ったっていうファンの2択ぐらい。そう、小池認知高いの。
あれ宮沢さんって何の時に来られたんでしたっけ。私出てない。何の曲の時に来られたんだっけ。誰か覚えてる人いる？あ、最終ベルが鳴るか。ありがとう。出たかったな。やっぱ OG の方が出演してくださる公演ってさ、やっぱさ、元一ファンとしてはさ、出たかったなーみたいな気持ち。オンリートゥデイの時なんかめっちゃ人出てなかった。あれオンリートゥデイだっけ。めっちゃ OG 来た回あったよね。3人ぐらい。私多分そこ1回も誰ともかす。え、カタリナさんの時か。ちょっと思い出せない。オンリーツデーだったらカトレナさんだなの時。次の曲はまだまださ、小池披露して1日なのにさ、次の曲は何になるんでしょうかっていう早すぎ、ごめん。まだうち小池披露するチャンスいっぱいあるし、ごめん、早すぎた。あと3公演分ぐらいですね。なんか最初考えた時は、え、マジでこんなさことすんのって思ったよ。だって公演普通にやるだけでもふーってなっているのにプラス1曲みたいな。うちらの体力化け物だと思われてんのかなって最初は思って、え、しかもそれで何ヶ月もやるんだみたいなって思ってたけど、なんか気づいたら恋積んじゃったもん、プラスされてて、あれみたいなあれなんかあれみたいなえ、あれどういうこと全然楽しいんですけどね、パフォーマンスすること自体は。ただ本当にもう体力って限界いってくるんだなって最近はそこを実感してます。体力っていうかもはやもう体、足が限界みたい、もうついていかない。よ、あの次のプラス1曲でどなたが来てくださるかっていうのは私はまあもう知ってはいるんですけど、他は知らない。残り
残りあと数公演。あと何の曲やるかもあんま知らない。うん、申し訳ねえけど。秘密っていうかガチで知らないんだわ。ガチで知らないんだわ。嘘とかじゃなくてね。アイドルが何でもかんでも嘘ついてると思ったら大間違いですよ。本当に知らないことだってあるんで。ゲストは何日前、もうリハの時にはそう9人バージョンになったり17人バージョンになったりすると立ち位置が変わってくるから、そう昔はね全然知らなかったんだけど、昔ってここ最近の昔そう最初の方は全然知らなかったんだけど、今はもうそのあなたはここのパートですよっていう対比が発表されるときに、この日にこの人が来ますっていうのは知れるので。そう、あ当たらなかったみたいなそうそういうあれ、そういう気持ちよし、タイミングバッチリとか。一時期マジでさ OG の方が出てくださるあれにいっぱい出れてたから、最近そう出れてないのちょっと寂しい。出たい出たい。地元オタクとして普通に出たい。昨日これ食べてたらひゆかに会って、え一本くださいって言われたから、あげるいいよってあ私買って帰れなかったんすよって言ってた、うん、あの子はマジでマインドがギャルだから、なんていうのかっこいい。だって飛行機にさ7時間あったとしてもさ、隣の人と仲良くなりますか普通。隣にいた女の子2人組と仲良くなってスリーショット撮る？絶対撮らないよ。詳しくは8月3日のオンデマを見ていただければ。
でもしかも年齢も近かったとかじゃなくて、私たち世代ぐらい。私たち世代っていうのが間違えたね、ごめん。私世代みんな世代じゃなくて、私たち世代さ、あのセリちゃんとかね、そこらセイちゃんとかそんぐらいの世代だよってこと。みんな世代になって、みんないろんな、いろいろいるからね、年齢どういうことってなっちゃう。みんな世代ってなった、まあ、この配信は見てないだろうけど、もしかしたら小学生ピョンズもいるかもしれないし、うん、でも夏休みか、小学生じゃあ見てるかもしれない配信。君たち世代ではない。でもやば、朝からさ、フルーツジュース飲みながらさ、ロータスのクッキー食べてんのやばくない？うまデブ、マジでデブ、やってることデブすぎてやだ。卒業後も芸能人なら押すよ。卒業後のことなんて今考えてないうち。うん、多分昔の方が考えてた。卒業したら何しようとか。昔って本当に昔ね、ガチ昔。それは将来への計画性がなくなったとかじゃなくて、普通に今を生きてるって感じ。ただ、そりゃさ、アイドル10年もやってたらさ、未来のことを考えた方がいいのかもしれないですけどね。無理だよね。
明日の仕事の予定だってわからない人がさ10年後の自分とか想像できない。うん、私が一番安心できる日は、公園がそこみらかただれんの時以外は、もしかしたら何かそうあるかもしれないと思って何も安心できないんです。でも今日はそこみら、ただれん、どっちかなのでとっても安心しています絶対に呼ばれることはないから安心して予定を入れれるって感じ。別にその公園に行きたくないとかじゃなくて、そう、公園は大好きだから、もう呼ばれたら行ける範囲であれば、ずっと言ってるけど行ける範囲であれば行くっていう気持ちだけど、マジで僕隊となんだっけ誰恋はもう絶対安心できない。いつ呼ばれるか分かんないから、多分富山にいるときはマネージャーさんも富山にいるって分かってるから、うん、基本的には。でもこの間マジでビビったのが、あの富山にいた時に、なんかこっからは絶対にそのこの時間に今公園来てくださいって言われても絶対に行けないよっていう時間帯の時に、マネージャーさんから、まあ公園を結構取り仕切ってくださってるマネージャーさんから電話があって、え待って、うちこの待ってみたいな、この電話もしや来てくださいなんじゃないと思って、えでも今は無理だよと思いながらとりあえず電話に出たんですね。そう、そしたら、まあ埼玉ポジのシンポジちょっとできないですかっていう電話だったから、そうあ今日じゃないんだと思って思ったけど、あの時今来てくださいって言われてたらいけなかったな、距離的に、距離と時間的に。行ける範囲じゃなかった、めっちゃ焦りました、待ってみたいな、こんな時に限って公園出たいの、なんでこんな時に限ってなのってなったけど、
でも全然あの何月何日にっていうお電話だったから、あっと思って、いけますよって、そんな経緯がありました。シンポジお願いされた時は、え、マジでこのアイロン使った方が髪の毛サラサラになるの、なんでなん、すごすぎない？でもこの子は多分海外に持っていけないので、海外に持っていったら壊れるので、そう、この間マレーシアには持っていかなかったです。マレーシアにはマレーシアに持っていける用のあれで行った、アイロンを持ってた。全然違う、見てこのサラサラ感全然違くない？こっちの方がなんかパサついてる感ない？マジでアイロンした方がサラサラになる、最強。全く違うって言われるのもちょっと嫌だけどねお前の髪の毛はパサパサだよって言われてるみたいで、ちょっとね、ちょっと結構ショックだけど、まあでも全然違うのは事実だから、まあそうだよねって気持ち。きっとね、私がね、違うよねって言ったから、あ、本当だ違うねっていう気持ちで言ってくれたんだと思うんだけど、お化粧でこだわっていること、アイラインをちょっと長めに引く、まつげの束感を気持ち、なんかすっごい束束ひじきみたいな感じの束じゃなくてちょっと束にするとか、あとなんだろう、あと何かあるかな。なんかゆきりんさんが言ってたんですけど、チークをこうした時の、こうした時のここら辺に入れるっていうのを言ってて、
なんかあそうなんだと思ってちょっと真似しちゃったりしてみてる。たまに入れすぎたってなる時もあるからちょっとあれだけど、ちょっと真似しちゃったり見たりしてみてる。あと眉マスカラは絶対する。黒髪でも、まあ、もちろんすっぴんの時はしないけど、そのなんて言うんだろう、ちょっとでもメイクするってなった時に眉マスカラは基本します。やっぱ私眉毛の存在感がすごくあるので、その存在感をちょっとでも薄めるために大丈夫。はい、かわいい完成。ちょっと内側に入れてみよう。なんかこれだけサラサラになってくれるから、このアイロン使っててもなんか毛先をなんか、いやもちろんそのなるべくねトリートメントとかをめっちゃ気にするようにして、その毛先だけ強めのトリートメントを毎あの夜のお風呂でやったりとかしてはいるけど、気にはかけてるけど、でもそのなんかアイロンを当てることに抵抗少なくなった。まあ温度がねなるべく、まあ、高いよって言われそうだから、多分普通に生活してたら高い温度なんですけど、でもまあアイロンにしてはちょっと低めの温度でやってます。それぐらいの気をつけ方はしてるけど、よしいい感じということで、夜はできたらやる。
できたらやろうね。ちょっと5000人超えたら終わろう。あと80人ぐらい。超えた。ということで皆さんありがとうございました。でも1時間やってないんだ意外と。9、あ、全然やってない。あと13分もある。せめてもの1時間にしようかな。じゃあ10分になったらランキング読みます。キリいいところ、なので見てね、見てネイル。この指しか残ってないの。だからネイルするね。この後どっちにしろしようと思ってたから。ウケるよね、もはや。なんか昨日取れちゃって、公園で2本取れて、そうだからもうなんか取っちゃおうと思って、なんかもうね寿命だなって思ってたところだけ取ったの。したら1本しか残らなかった。そう、今日はファンの子からいただいたこの貼って硬化するネイルをやります。簡単にね。10分でできんのかな。もうなくはないのよ時間。いや、あるわけでもないんだけどね別に。入れたもん、メイクポーチの中にちっちゃい。ああ爪切りじゃなくてね、ハサミ、ちっちゃいハサミ。そう、いつもメイクポーチに必ず入れてて、
た後に削る方がいいのかな、横とかめっちゃ出てるけど、これは前髪とかをなんか一本長いやついるなって時とかに使ってます。よし、これでちょっとこの辺何かと便利、メイクポーチの中にちっちゃいハサミ入れとくと。意外と時間かかるかも。ちょっと嫌になってきちゃったちょっと嫌になってきちゃった。10分とかで終わんないかも。親指だけできました。私にもね、そりゃ予定というものがありますから、本日のスケジュール、親指だけできた、かわいい。この形合わせるのが一番ちょっと大変なんだよね。それこそ市販のシール、いただいた市販のシールなので、万人の爪に合うように作られてるじゃないですか、基本的には。だから私の爪の
爪に合うっていう風には作られてないからこそ、自分で形を整えなきゃいけなくてちょっと大変。できる限りの爪やりたいですね。サイズない爪ばっかりだ。しょうがない。ということで、1時間経ったのでランキング読みますね。7日当てたい鉄道のエイトさん、2位ユタパパさん、3位、高真顔さん、4位ダイスさん、5位バンブシさん、6位お豆さん、7位ピアノマンさん、8位マックミックさん、9位シャチさん、10位リリちゃん、11位00563さん、12位ベベモンさん、13位ケンセイマキシさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また夜はできたらやるので、来れたら来てください。ということでありがとうございました。爪は全然5本ぐらいしかついてないです。あとはなんかマニキュア塗ります。もうそう、結構使ってる、結構いろんな爪に使って、その私の爪に合わないサイズしか今残ってないので、もはやね、だから昨日とかいただいた爪のネイルとかは多分サイズが合うので、それをつけたいと思います。またということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5989盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、テーマ金出身アルピンことはジオタルナでした。それでは今日も一日暑いけど頑張りましょう。バイバーイ。